ヨルマパヌラは、フィンランドのクラシック音楽の指揮者、作曲家、音楽教師、シベリウス音楽院で、教会音楽、指揮を学ぶ。レオ・フンテク、ディーン・ディクソン、アルベール・ボルフ、フランコ・フェラーラに指示した。トゥルク・フィル・ハーモニー還元楽団、ヘルシンキ・フィル・ハーモニー還元楽団、オーフス交響楽団で、芸術監督、主席指揮者を務めた。また、客演指揮者として、 フィンランド国立オペラに頻繁に出向いている。また、ヘルシンキのシベリウス音楽院、ストックホルムのストックホルム音楽大学、コペンハーゲンのデンマーク王立音楽院で、指揮の教授を歴任した。パヌラは、その教授職を通して、指揮会に、重要な影響を与え続けている。彼の教鞭は、隠れたてとも呼ばれ、エサイコールペッカサロネン、ミッコ、フランク、サカリオラも、 ユッカペッカサラステ、オスモ、バンスカ、サーシャ・マキラトを一流の指揮者をフィンランド国外へ送り出した。その教授法はテレビレポートにもあるように弟子に指揮をさせて残りの弟子たちと一緒にピアノなどを弾き少し気づいたところ以外はほとんど無口なレッスンの方法である。また、指揮の他に作曲も行っている。オペラ、ヤーコイルカと川のオペラは パフォーマンスオペラと呼ばれる新ジャンル、すなわち音楽や視覚芸術、日常生活の融合分野を確立した。他にミュージカル、境会音楽、バイオリン競奏曲、ジャズカプリッチョ、および多数の声楽曲を作曲した。現在、客演指揮者や指揮教授として、パリ、ロンドン、アムステルダム、モスクワ、ニューヨーク、タングルウッド、オタワ、シドニー、テルアビブなど、 世界各地に出向いている。趣味は水泳とチェーンソーを持ってフィンランドの木を切ることである。民音の国際コンクールに招かれたり、各種国際コンクールの審査をしたり、極めつけは自らの名を冠したマスタークラスやコンクールを盛んに開き、最も教育活動に熱心な指揮者としても知られる。客演指揮者や指揮教授としてパリ、ロンドン、 アムステルダム、モスクワ、ニューヨーク、タングルウッド、オタワ、シドニー、テルアビブ、東京、ブダペストなど、世界各地に出向いている。ありがとうございます。